やあみんな、運動って楽しいよね。ポッパドッパの歌で一緒に運動しよう。膝曲げて上、朝の運動。膝曲げて上、朝の運動。飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ。左にかがんで、次は右にかがもう。左右にかがもう、朝の運動。左右にかがもう、朝の運動。飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ。つま先を触れる？その次はまばたき。つま先タッチまばたき、朝の運動。つま先タッチまばたき、朝の運動。飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ。腰を振って、次は腕を上に伸ばそう。腰振って腕伸ばそう、朝の運動。腰振って腕伸ばそう、朝の運動。飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ。横になって腕を回そう。そしてストレッチ。腕回してストレッチ、朝の運動。腕回してストレッチ、朝の運動。飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ。手を叩いてジャンプしよう。手を叩いてジャンプ、朝の運動。手を叩いてジャンプ、朝の運動。飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ、飛んでさボッパドッパ。運動って楽しいでしょ？体にいいんだよ。じゃあまたね。みんな、色について学ぶ準備はいい？はい、ボブ。それじゃあお店の中に入っていろんな色の食べ物を買おう。色色そこらじゅう、こっちにあるあっちにも、カートを見つけてスキップで行こう。丸くて柔らかくて、赤くて美味しいトマト。赤いトマト、赤いトマト。赤いリンゴを食べて健康になろうよ。赤い赤いリンゴ、赤い赤いリンゴ。青い歯磨き粉で毎日歯を磨こう。
青い歯磨き粉、青い歯磨き粉。インクの入ったペン、好きな色は青さ。青い青いインク、青い青いインク。綺麗な緑の葉、食べて強くなろう。緑緑のほうれん草、緑緑のほうれん草。何枚も重なってる緑のキャベツをかぶり、緑緑のキャベツ、緑緑のキャベツ。太陽の方に向くよ、広くて楽しいお花。黄色いひまわり、黄色いひまわり。お花畑で踊る、たくさん咲いてる水仙。黄色い水仙、黄色い水仙。オレンジの人参は目にいい、頭も良くなるよ。オレンジ色の人参、オレンジ色の人参。色の名前と同じ、オレンジはオレンジ。オレンジ色のオレンジ、オレンジ色のオレンジ。色色そこら中、こっちにあるあっちにも。青緑黄色オレンジ赤、覚えれたかな。はい、ボブ。みんな、また違う歌で一緒に楽しく学ぼうね。次は新しい色を覚えようね。それまでバイバイ。やあみんな、今日はこの空っぽの教室をみんながよく知っているいろんなもので埋めていくよ。楽しそう。そうだね。じゃあ始めよう。因数がなければ座れないんだ。椅子を置こう、小さな赤い椅子。どこに本を置こう、このテーブルはどう。木のテーブルの上に置こう。どっちのボードにしようか、じゃなくどっちにしよう、緑にしよう。何か書くのに机が必要。赤い椅子に合う机にしよう。こっちには何を置こう。大きな戸棚、たくさん入るチェリー色の戸棚。中にいるもの、ペンと鉛筆。青いペンはどう、黒い鉛筆も。間違えても大丈夫だよ。そんな時は消
しごをつかおう。カバンをどうぞ、名札付きだよ。本屋のドヤカッパも入れよう。大きな地図を開いて貼ろう。落ちないようにしっかり貼ろう。時間を教えてくれるものは、チクタクチクタクチクタク壁時計。どこに捨てよう、たくさんのゴミ。緑のゴミ箱に捨てようね。本をしまう場所、それも必要。壁の前に本棚置こう。みんな、新しい教室はどうだい？素敵だよ。よかった。じゃあ、教室にはどういうものがあるかおさらいしよう。椅子、机、棚、本、ペン、鉛筆と、そう、消しゴム、地図、時計に、カバン、あと、黒板と本とテーブル。よくできたね。じゃあ、この素敵な教室で授業を始めようか。みんなも教室で楽しくやっていることを願っているよ。また、たくさん歌って一緒に楽しく学ぼうね。それまで、アディオス。今日は天気がいいね。ここならたくさん学べそう。でも、ボブ、今日は授業をしたくないな。授業はしないよ、ジョニー。ゲームをして遊ぼう。何のゲーム？僕が歌を歌うから、みんなは歌の通りに動いてね。例えば、こんな風に走る走る走る、こんな風に走る、今日はいい日。じゃあ次は、あそこの木まで走って戻ってきてね。準備はいい？やったー。こんな風にジャンプジャンプジャンプ、上と下にジャンプ、今日はいい日。こんな風に食べる食べる食べる、素敵な美味しいもの、今日はいい日。こんな風に洗う洗う洗う、こんな風に洗う、今日はいい日。こんな風に飲む飲む飲む、ピンクレモネード、今日はいい日。こんな風に笑う笑う笑う、お腹から笑う、今日はいい日。こんな風に寝る寝る寝る、こんな風に寝る、今日はいい日。こんな風に踊る踊る踊る、くねり回り踊る、今日はいい日。こんな風に遊ぶ遊ぶ遊ぶ、みんなで遊ぼう、今日はいい日。こんな風に畳む畳む畳む、みんなで畳もう、今日はいい日。こんな風に持つ持つ持つ、楽しく持とう、今日はいい日。
な風に歩く歩く歩く、リラックスできるよ、今日はいい日。みんな、動きの言葉は楽しかったかな？動きの言葉？食べる、飲む、走る、動きの言葉。笑う、寝る、洗う、毎日使う。掴む、持つは動き、動きの言葉。踊る、歩く、遊ぶも動きの言葉。やったなんで自分の名前を書いたの？今日も楽しい授業をするからだよ。僕たちについてね。僕はボブ、ボブは名詞。僕は列車、列車は名詞。名詞って何ですか？教えるよ、聞いててね。名詞は大事だよ。人の名前、場所やもの、いろんな名詞を今から見つけよう。ニューヨーク、ビルの街、オランダ、お腹たくさん、パークアベニューも場所の名前、みんな名詞さ。回るよ、おもちゃのコマ、かわいいお人形、金の金も物の名前、みんな名詞さ。ジルとジャックやポリとメリーもジョニーも名前だよ、みんな名詞さ。名詞は大事だよ。人の名前、場所やもの。名詞は大事だよ。人の名前、場所やもの。さあみんなゲームをしよう。僕が言葉を言って、みんなは名詞なのか、教えて頑張って。 OK ボブ、準備はいいよ。シーソー、名詞。黄色いカナリア、名詞。正解。警備員、名詞。草、名詞。深いよ、アラビア海、飛んでいるこの蜂さん、名詞そこら中、どこにも名詞はある。名詞は大事だよ。人の名前、場所やもの。名詞は大事だよ。人の名前、場所やもの。やったー！みんな、今日は楽しかったかな？
また一緒に楽しく学んでたくさん遊ぼうね。じゃあまた会える日まで、さようなら。みんな、僕に乗って色を学べる色の旅に出かけようよ。色の歌歌おうよ、色の歌歌おうよ、色の歌歌おうよ、色の歌歌おうよ。スクールバスはキロキロ、乗ってるみんながハロハロ。スクールバスはキロキロ、乗ってるみんながハロハロ。変な宇宙人オレンジオレンジ、見て UFO は早いよ。変な宇宙人オレンジオレンジ、見て UFO は早いよ。あの機械は緑緑、トラックを走る素早く。あの機械は緑緑、トラックを走る素早く。色の歌歌おうよ、色の歌歌おうよ、色の歌歌おうよ、色の歌歌おうよ。あの飛行機は青青、乗ってるみんながご機嫌よ。あの飛行機は青青、乗ってるみんながご機嫌よ。あのバイクは赤赤、ブン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 って言ってる。あのバイクは赤赤、ブン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 って言ってる。あの看板はピンクピンク、売っているのはイチゴシェイク。あの看板はピンクピンク、売っているのはイチゴシェイク。色の歌歌おうよ、色の歌歌おうよ、色の歌歌おうよ、色の歌歌おうよ。あの線路は黒黒、お家へと帰ろうよ。あの線路は黒黒、お家へと帰ろうよ。夜空の月は白白、おやすみと言っているよ。夜空の月は白白、おやすみと言っているよ。色の歌歌おうよ、色の歌歌おうよ、色の歌歌おうよ、色の歌歌おうよ。ありがとうボブ、楽しいパーティーだったよ。じゃあ最後に歌でお別れしようか。形容詞の歌なんてどう？うんうんうん。どんな言葉にもつなげれる、名詞と形容詞は仲良し。形容詞で詳しく言おう、形容詞で詳しく知ろう。見てあそこにあるのは、ふわふわ浮かぶ風船。丸いし赤い、高く浮かぶよ。赤いと丸いは風船のことを言ってるんだ。形容詞だね。正解。このケーキを見てよ、なんて表す。おいしいチョコたっぷり甘い、食べ過ぎには注意。おいしい
チョコたっぷり甘い。水の中を見よう、何が見える？青くて光る透明な水だよ。わあ！どんな言葉にもつなげれる。名詞と形容詞は仲良し。形容詞で詳しく言おう。形容詞で詳しく知ろう。あそこにいる犬さん、さっきまでは寝てたね。今はアクティブで元気、運動神経もいい。それに茶色くてふわふわだよね。その通り。形容詞を使うと文章が楽しい。嬉しい、良い、面白い。勇敢、賢い、優しい。これを見てなんて言う。暗いや明るい。それともカラフル。それとも綺麗。この木を見てみて、立派に立ってる。大きいとも言える。どんなものより大きい。わあ、ボブ、形容詞って楽しい。だって、どんな言葉にもつなげれる。名詞と形容詞は仲良し。形容詞で詳しく言おう。形容詞で詳しく知ろう。とても素敵なパーティーだったね、みんな。すごくいい時間を過ごせたよ。楽しい授業ありがとう、ボブ。楽しかったよ。みんなも見てくれてありがとう。次の授業もとても楽しいから、またすぐ戻ってきてね。さようなら。みんな、僕たちは五感で周りのものすべてを感じてるって知ってるかい？五感ですべて感じる。五感ですべて感じる。目耳鼻舌肌。目で見るのさ。見えるのさ、目で見るのさ。色形風景すべてのものを。夜の星も見えるのさ、目で見るのさ。色形風景すべてのものを。夜の星も五感ですべて感じる。五感ですべて感じる。目耳鼻舌肌。耳で聞くのさ。聞こえるのさ、耳で聞くのさ。みんなの歌声すべての音を。小さくても聞こえるのさ、耳で聞くのさ。みんなの歌声すべての音を。小さくても五感ですべて感じる。五感ですべて感じる。目耳鼻舌肌。鼻で匂いを嗅ぐのさ。嗅げるのさ、鼻で匂いを。食べ物の香り、お花や香水、すべての匂い。嗅げるのさ、鼻で匂いを。食べ物の香り、お花や香水、すべての匂い。五感ですべて感じる。五感ですべて感じる。目耳鼻舌肌。舌で味わうのさ。
味わえる舌で味わうママの手料理見た目以上に美味しい味わえる舌で味わうママの手料理見た目以上に美味しい五感で全て感じる五感で全て感じる目耳鼻舌肌肌で触って感じるのさ感触は肌で感じるものを触るときパパのハグも肌で感じる感触は肌で感じるものを触るときパパのハグも肌で感じる五感で全て感じる五感で全て感じる目耳鼻舌肌やあみんな今日はいろんな挨拶を学ぼうよどうもどうも挨拶をしようその後は元気ですか返事はこう元気ですあなたはおはようおはよう朝はおはよう誰かに会えば挨拶返事はこう返事はおはよう こんにちはこんにちは昼間はこんにちは誰かに会えば挨拶返事はこう返事はこんにちはおやすみおやすみお別れにおやすみ夕方や夜に言うのさ返事はこう返事はおやすみさよならさよならお別れにさよなら昼も夜でも言うのさ返事はこう返事はまたねありがとうありがとう何か誰かに知ってもらえば言うのさ返事はこう返事はどういたしましてはじめましてはじめまして初めて会う人にどんな時も言うのさ返事はこうどうもはじめましていろんな挨拶を学べて楽しかったかなまたねみんなやあみんなわーいボブだそうだよ楽しいゲームしよう名前は見つけた見つけた楽しいゲームしよう名前は見つけた見つけた色を言うよヒントも出すよ当ててみて見つけた
僕の目で見つけた黄色いもの、昼間はいてるが夜はいない。黄色いカナリア、黄色い水仙。空にあるあの光る太陽、じゃあ次のヒント見つけた。僕の目で見つけた青いもの、上がって下がるただそれだけ。あのシーソーかな、跳ねてる青いボールかな。青いものが正解わかったかな。じゃあ次のヒント見つけた。僕の目で見つけた赤いもの、楽しくて丸いものさ。砂の中の赤いバケツ、空にある赤い風船。え、うん、そうだよ、赤い風船。僕の目で見つけた緑のもの、ビュンビュンってね、軽く飛ぶよ。あの緑の葉っぱ、あの緑のブランケット。正解は高く飛んでるタコ。じゃあ次のヒント見つけた。僕の目で見つけた茶色いもの、とても美味しい食べ物なんだよ。パンかな、蜂蜜かな。美味しいチョコだよ、みんなで食べよう。お口開けてペロッと食べよう。みんな楽しかったかな。僕の目で見つけたまた新しいゲームとたくさんの色。さあみんな、マフィンを作ろうか。やったー。バターは柔らかい？はい、ボブ、バターをどうぞ。でも、ポリー、まだ硬いよ。バターが硬いと、お庭に置こう。お日様が溶かし、柔らかくする。硬いの反対は柔らかい。バターを溶かしている間、他の反対言葉を探そう。やった。高いの反対は何でしょうか。あ、知ってる、短い。正解。高いの反対は短いさ。もっと知りたいな。じゃあジョニーのために。パパが言う、ジョニー、ジョニー、君ははいと言う。お砂糖を食べたとき彼、君は家と言う。はいの反対は家だよ。やったー。ジャック、君には。君は丘の上にじると登り、君は怪我して下へ降りた。上の反対は下だよ。ポリー、次は君だよ。夜間をかけるとお湯は熱い。夜間を外すと夜間は冷たい。かけるの反対は外すだよ。そして熱いの反対は冷たいだよ。メリー、君にはこれさ。君の羊は白、でも黒羊は黒。白の反対は黒だよ。
すごい。他にあるかな。ジャックは男の子、ジルは女の子。男の子の反対は女の子。ヒールの反対はわかるかな。夜。よくできたね。強いの反対はなんでしょう。弱い。よくできたね。みんな、バターが溶けたみたいだよ。マフィンを作ろうか。はい。オッケー。また違う反対言葉を学ぼうね。みんな、お家にあるものの単語を覚えよう。お家が好き、心地いい、僕のものと部屋。思い出いっぱい、古い電話も。あるりんりんりん。お家が好き、心地いい、僕のものと部屋。思い出いっぱい、古い電話も。あるりんりんりん。部屋にあるベッド、戸棚と机、本やおもちゃもたくさんあるよ。バスルームにある僕の歯ブラシ、石鹸やバスタブで綺麗に。キッチンにある冷蔵庫、ママが道具を使って料理をする。大きなテーブルと椅子が四つ、プレート、フォーク、ナイフ並べよう。お家が好き、心地いい、僕のものと部屋。思い出いっぱい、古い電話も。あるりんりんりん。お家が好き、心地いい、僕のものと部屋。思い出いっぱい、古い電話も。あるりんりんりん。リビングにテレビ、窓にドアもね。家族と座るよ、大きなソファ。窓につけたカーテン、壁の写真立て。大好きなゲーム、もあるよ。便利なもの、洗濯機、掃除機、服をかけるハンガー、綺麗な植物、雨の日用の傘、旅行のカバン、ガレージの自転車と車。お家が好き、心地いい、僕のものと部屋。思い出いっぱい、古い電話も。あるりんりんりん。お家が好き、
心地いい僕のものと部屋、思い出いっぱい古い電話もあるリンリンリン。やあみんな、ボブラーニングストリートへようこそ。カメラを持っていろんな色の写真を撮りに行こう。カメラで色を撮ろう、ロンドンからシベリア。カメラで色を撮ろう、ロンドンからシベリア。庭のひまわりは黄色、このボールは青、バスのタイヤは黒、歌う鳥は白。庭のひまわりは黄色、このボールは青、バスのタイヤは黒、歌う鳥は白。カメラで色を撮ろう、ロンドンからシベリア。カメラで色を撮ろう、ロンドンからシベリア。王様の王冠はゴールド、女王様のネックレスシルバー、自転車の色はインディゴ、ハロウィンのかぼちゃはオレンジ。王様の王冠はゴールド、女王様のネックレスシルバー、自転車の色はインディゴ、ハロウィンのかぼちゃはオレンジ。カメラで色を撮ろう、ロンドンからシベリア。カメラで色を撮ろう、ロンドンからシベリア。やあみんな、僕のラーニングストリートへようこそ。今日はいろんな乗り物たちに会いに行こう。乗り物は空港や駅、好きなところどこでも行ける。乗り物は空港や駅、好きなところどこでも行ける。バスさんこんにちは、一日中乗り降りできる。タクシーさんこんにちは、行き先を言ってリラックス。乗り物は空港や駅、好きなところどこでも行ける。乗り物は空港や駅、好きなところどこでも行ける。ゴミ収集車さんこんにちは、街中のゴミを集める。消防車さんこんにちは、緊急事態に駆けつける。乗り物は空港や駅、好きなところどこでも行ける。乗り物は空港や駅、好きなところどこでも行ける。
救急車さんこんにちは、素早く助けに来るよ。飛行機さんこんにちは、空高く雲の中飛ぶ。乗り物は空港や駅、好きなところどこでも行ける。乗り物は空港や駅、好きなところどこでも行ける。やあみんな、みんなどうしたの？明日はファッションショーなのに何を着ればいいかわからないの。僕にとってもいい考えがあるよ。カラフルでピカピカ、体にもいいよ。食べようね野菜、お庭で育つよ。乗ってみんな行こう、一緒に学ぼうよ。楽しい授業、今日は外でしよう。赤いトマト見てよ、小屋へ持って行って、綺麗な衣装作ろう、ポリ君にあげよう。ポテトがかくれんぼ、土の中にいるよ。ジョニーにあげよう、きっとぴったりだろう。長い人参見て、栄養がたっぷりさ。猫だけどおいしい、ジャック君にあげよう。やあ、緑色で美味しい、箱に入ったほうれん草、メリー君にあげよう、素敵な衣装になるよ。バイバイ。こっちには何があるのだろう。すごいキャベツ畑だ、健康的な野菜さ。葉っぱが何枚もある、ジル君にあげよう。玉ねぎ、ナス、ケールも、いろんな野菜があるよ。必要なものが揃った、早く持って帰ろう。みんなもう大丈夫かな？今日は本当にありがとう、ボブ。とても気に入ったよ。野菜のことを知ってもらえただけでも嬉しいよ。野菜って最高。みんな、いろんな野菜について知れて楽しかったかな。また次の授業で会おうね。それまで、チャオ。今日は食べながら代名詞について学ぼう。代名詞ってメニューに載ってるの？違うよ、ジョニー。話の中で代名詞使おう。
名詞の代わりに代名詞使おう。代名詞はこうやって使う。これ僕、君、彼、僕たち、彼ら、彼女。OK、ゆっくりと説明しよう。一つずつ見ていこうね。ボーリーには妹がいる。ボーリーの代わりに彼女を使おう。私わかったよ。彼女にはメリーという妹がいる。よくできたね、メリー。私って使ったね。それも代名詞。メリーの代わりに使ったもんね。そう。私わかったよ。の私は名詞の代わりの代名詞さ。じゃあまずは名詞を使って歌って、その後に名詞を代名詞に変えて歌ってみよう。 OK ボブ。ボリのシェイク、彼女のシェイク、彼女が代わりの代名詞。ハンバーガーは美味しい、これは美味しい、これが代わりの代名詞。ポリジャク汁は楽しんでる、僕たちは楽しんでる、僕たちが代わりの代名詞。ジョニーはポテトが好き、彼はポテトが好き、彼が代わりの代名詞。列車のボブのことは好き、僕のことは好き、僕が代わりの代名詞。ボブが大好き。ジャック・ジル、ジョニー・メリー、ポリが好き、君たちが好き、君たちが代わりの代名詞。ジャックはジョニーの友達、ジャックは彼の友達、彼が代わりの代名詞。みんながポリーとボブを見てる、彼らが僕たちを見てる、僕たちと彼らが代わりの代名詞。今日学んだ代名詞は何だった？私たち、彼ら、彼、彼女。私、僕たち、君、僕、彼、彼女とこれ。みんな覚えるのが早いね。ご褒美にハンバーガーをあげるね。ハハハハ。僕は形の列車、シュッポッポー。僕は形の列車。円三円三、とっても丸いんだ。地面でくるくる転がるよ。円三円三、とっても丸いんだ。地面でくるくる転がるよ。四角形さん四角形さん、おはよう元気かい。四つの面と四つの角をよく見てね。四角形さん四角形さん、おはよう元気かい。四つの面と四つの角をよく見てね。
三角形さん三角形さんピラミッドみたい四角形さんみたいに僕に乗って三角形さん三角形さんピラミッドみたい四角形さんみたいに僕に乗ってほしがたさん夜の空に友達がたくさん綺麗だね星型さん夜の空に友達がたくさん綺麗だね長方形さん一緒に来るかい僕のワゴンは快適で君と似てるね長方形さん一緒に来るかい僕のワゴンは快適で君と似てるね楕円計算おはよう元気かいほら見てみんないる一緒に行こう楕円計算おはよう元気かいほら見てみんないる一緒に行こう Bye bye!